こんにちは、ケイソーです。今回は猫の描き方をお届けします。本当は嫌なんだけど、我慢してふてくされて爪を切られているマロちゃんの表情がとても可愛かったので描いてみました。これが実物のマロちゃんです。使う絵の具は吉祥の顔彩、24色中5色です。あと絵皿とすずりと墨、それと面相筆、作用筆、文字を書くための筆ペンを使いました。また今回はスケッチ帳と鉛筆、そして練り消しゴムを使っています。この練り消しゴムはプラスチックゴムと違って画線紙を傷めにくいんですね。一つ持っておかれることをおすすめします。使うはがきは画線紙、にじみの少ないものを使います。今回の絵の見どころは何といってもマロさんのこのふてくされた表情です。この表情をうまく出すためにスケッチ帳を見ながら墨ではなく鉛筆で薄くした絵を描きました。こうした表情はとてもデリケートです。ちょっとした線のずれで印象がまるで変わってしまうからです。でも薄い鉛筆の線なら練り消しゴムで修正できますものね。マロさんの可愛いお手手と伸びた爪もしっかり描いておきます。これは猫さん専用の爪切りなんですよ。墨を吸っていきます。すずりに少量の水を落として墨をゆっくり丁寧に円を描くように吸っていきます。今回は粘りが出るまでしっかりと吸ってくださいね。溶いた墨を絵皿に取って面相筆で鉛筆の上から線描きを行っていきます。鉛筆の下絵があるととても描きやすいですね。ここはただ鉛筆の線上をなぞるだけなので4倍速で作成しています。次に作用筆に持ち替えて絵皿に残った墨でマロさんの黒い毛の部分を塗っていきます。ただし一番濃い墨は使わないようにしてくださいね。この絵の一番表現したいところはこのふてくされた目です。この目の周囲を一番濃い墨で目立つように描きたいので、他の部分はあまり強い色にならないように少しずつ少しずつ薄い色を塗り重ねて塗っていきます。動画を撮り忘れたのですが、5分線香機紅で肌色を作って手の部分を塗っていきます。その後浅木を取ってセーターの下塗りを行っていきます。次に胡粉を絵皿に残った墨と混色して爪切りの色を塗っていきます。続いて肌色に紅を混色して手の影の部分を塗って手が立体的に見えるようにしていきます。塗った後は水筆でぼかしてくださいね。
水筆というのは水だけを含ませた筆のことを言います。今回作用筆を使っています。水分をしっかり切ってぼかしてくださいね。絵皿の灰色の色でマロさんのひげの毛穴を描いていきます。横に一列に並んでいますよ。続いて面相筆を使ってすずりから一番濃い墨を取って、そしてこの絵の中心となる目の部分を塗っていきます。黒目を塗り、そしてその周囲にしっかり色を入れていきます。この濃い色の墨を周囲に少しずつ広げていきます。そして様子を見ながら水筆でぼかしていきます。このマロさんの目力が弱まらないように気をつけながら黒い毛を少しずつ強く塗っていきます。続いて面相筆でマロさんのひげを描いていきます。細い線で描いていきます。この細い線を描くためには墨の濃度が薄すぎても濃すぎてもうまく描けません。ちょうどいい濃度を探してくださいね。自信のない方はボールペンを使ってもいいと思います。眉毛も描いておきましょう。墨の濃い色で爪切りの輪郭線ももう一度くっきり描いておきます。次に麻木と本藍を混色してセーターの二度塗りを行っていきます。さあこれで絵の完成ですね。続いて筆ペンで文字を入れていきます。実は爪を切っているのは主人なんです。主人は毎日猫さんたちのブラッシングをし、トイレ掃除をするなど愛情を持ってお世話をしています。だから猫さんたちも主人が大好きなんですね。そこにしっかりとした信頼関係があるからこそマロも身を委ねることができるんだと思います。インを押したら完成です。この動画がお役に立ちましたらぜひ登録をお願いします。ブログ爽やか墨彩画教室では YouTube で語りきれなかった画材情報や描き方のポイント、そして文章にまつわるためになるお話などさまざまな情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。